皆さんこんにちは、コスケです。さあね、ということで今回はめちゃくちゃ簡単に作れて、なおかつね、めちゃくちゃ簡単に作れるっていう、小泉構文みたいな感じのね、やったんだけど、まあ、とりあえずね、このゆで卵最強ですってことで、まあ、今日動画出していこうと思うんだけど、このゆで卵あんじゃん。これ、卵1個と、あと鍋で作れるわけよ。で、この鍋ね、ゆで卵18レベルで作れるんだけど、これ1個レベル1で 1500HP 回復の RP も540回復。で、なおかつ、HP が上限500アップ。これえぐいね。で、これね、すごいのが、これレベル1のやつ、まあ、1500ぐらいやね。これレベル10の卵で、ね。これ、HP 3000、RP 回復1000。これね、すごい約2倍違うんよ。このレベル1とレベル10で。で、これね、レベル1とレベル10でこんなに違うってことは、レベル1、あー違った。レベル10いっぱい取りたいやん。で、俺今さっき、この卵を、ちょっと鳥さんをね、いっぱい倒して卵取ってきたんだけど、7432298。結構いいの落ちる。で、しかも、俺自分の家にも飼っとるんだけど、鶏を。この子たちからこう毎日こうやって取っていけば、あら不思議、もう、夢の卵、ゆで卵生活やん。ね。だからこれね、おすすめです。で、一応卵の簡単な取り方を説明していくんだけど、どこだったか、ホウホウの巣なんだけど、あそこ。ホウホウの巣に行って、降りて、こいつスルーして右側に行って、ここでこいつらを倒すと。したら低確率。まあ、低確率じゃないな。低確率ではねえな。かなりの確率で落ちるよ。まあ、こういう動画撮ってる時に限ってね、落ちんっていうね。そういうのあるよね。落ちろ。かぼちゃばっかり。あ、落ちた落ちた、ほら。こんな感じで落ちるから、みんなもやってみてください。ようなら。